どうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。僕はね YouTube 上でねゲームタイトル五条縛りというねものを主にしてやっております。今はね PS4 と3とスマホのゲームコンドでやってるんで、であと A のエンチャントもねやってるもんで、もしよければ見てください。では行きましょうね。でこの先はね確かねここ住所見つけるで間違えた、こっちはねアルベイドがどこに隠れているか推測できるということでね、もうアヘンリー混雑した位置の資格と訪れ中国のタバコを購入、じゃあいいんじゃないかなと思うけど、これあ、OK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 、こっちじゃないかなと思うんやけどって言ったら、当たってたよっていうの、オークーってどこら辺やったっけな、ここかここかね。Watson, I believe we found all these. 見つけたね。じゃあ行きましょうということでね、そこまでカット。よし、ではやっていこうね。でここで何をするのかな、尋ねにやるな、何すんやるなって言ってもったけど、Help! Do you hear that? これか。そんな気した。これやろうな思ったわ。これやな思ったわ。ほんまな。じゃあ先にやっていこう。そこ。ここ。前。お、連打か。連打が待っていた。連打の嵐が待っていた。で、また。どんだけすんのこれ。とあれ、あ、これはいらんのか、これはいらんのか、おう、あ、あ、これはいるんか。連打が1点いらんかったりするからようわからんの、ね、でもうわかったってヘープヘープって。あ、これはいらんのか、わかりにくいなほんまに。あー、いけた。お、あー、かおい、危ない、おお、怖え。ワトソン、ナイス。ん、これか、ん、何あ、なんか飛んできそうな予感が、さっき飛んできとったからな、ちょっと待って、あ、危ない、そこ、オッケー、ウェーイ、ウェーイやね。縄を切ればカーテンが落ちて視界の助手、おお、ちょっと危ない、おお。怖い。This table could serve as cover. うん、カーテンとして使える。ちょっと待って、おい、ちょっと待って、 L に押すからの、あ、これか、狙いを定める。あ、え、あ、ちょ、待てい。待てい。あはー、もう、オッケー、オッケー、で、そこか、オッケー、いけた、よかった、怖かった、よいしょい。あー、これ連打か、わかりにく、ほんま。オッケー、で、ほら、どうだ、普通に連打しとったらいけたな。よっしゃ、ん、これか、オッケー、危ねえ、飛んできそうになってた。危ねえ、うわ、上だ、やめろ、おー、怖い。よし、じゃあ行こう。ん？おい、ちょ、水だ。あー、ありか、これ。こんなん流れてくんかよ。しかも、頭で。オッケー。しかも、頭で。銅像の頭を振ってきたって。ちょっと。ほんまにな。やめて、ほんまに、そういうの。Watson, come here. 男は仕切りの後ろにいると。
なるほど。ん？何？ん？手榴弾みたいな感じのやつ？アルベイトロ家を見つけようということが完了で、ん？何これ、像がここにあったと。なるほど。台座の鉄の棒壊れてる、表面は傷ついてると。 OK。 ん？これ何？これ何？棺桶みたいな。何？ほんまに棺桶やろこれ。でもこれ、ああこいつか。君はなぜここに？いやね、推理してきましたよ、ここにおるんじゃないかなってな。Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? アルベイトね、アルベイト。Charles Yellingham's club. Yes, I was. 何があったのか。Tell us what happened here. After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa. 横になってた時に邪悪な気配を感じたと、部屋の中にね。なるほど。An evil presence.邪悪な気配。お、邪悪な気配っていうのはマヤ暦のカレンダーのことかなっていうね。呪いのことかな、マヤ暦のカレンダーのことかな、どっちかわからんから、んー、こっちで行ってみる。あ、ちゃ、間違えてる、間違えてる。いや、気にしないでくれ。やってもうた、やってもうたよ。うん、よし、調べましょう。犯人が何か手がかり残してるかもしれないと。最後の遠征。Tell us about your expedition to Guatemala 14 years ago. Guatemala ですね。It was in my former life. What really happened there? You were sent to die. 死んだ思われたもんな、二人にはな。With a terrible fever, I asked him to leave me there. 自分から申し出た。それから覚えてないんか。へえ。Some miracle I survived. 奇跡的に生き延びた。そうなんよ。It took me time. 片目と片腕を失った。I managed to return to London. 偽名。Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career. 人生終わったか。My very life as I'd known it. I changed my name and my address. 名前も住む場所も変えたもん。なるほどね。役立たずで孤独な生きる屍か。俺の屍を越えていけ。でかいやな。It was my curse to fade away little by little. テクン・ウマンの復讐。前回か前々回か忘れましたけど、ジェクン・マウンって言ってますね。え、なんで？違う、テクン・ウマンや。マドレーナ・フィンポート。高校でスポーツ一緒にすんなって言うな。まあ、新しい発見があったら誰だって興奮するわな。誰だっていい。誰だっていいって。あかん、違うって。テクン・ウマン。何？ Thank you again for saving me. ああ、そう？ちょっと調べたいものがあるんだけども。お、うん、うん？ Our assailant escaped using this rope. 医者はこの縄で、はあ、上か。え、何あれ？天窓から逃げた。ええ。 It appears that the missing statue may have escaped via the window in the roof.ちょっとそれは無理ちゃう。象って結構大きいやろ。いや、人間じゃないと無理でしょ、あんな。しかも小柄な人間ぐらいじゃないと無理な気がするんですけどね。俺はそれを思いましたよ。こん中かみたいね。よっしゃよっしゃ、おお、見ていこう。お、開けるで、これは1883年4月14日、14日ね、14日、ブラジル・サンパウロ、本日のテアルベイト大学、そしてバオダンプを開放し、その子孫に至るまで完全な権利を与えるものとすると。おう、奴隷解放書みたいな感じ。愛する人、辛いだろうが君を守るための決断だと分かってくれ。これ、この状態で現実の世界に戻れると思うか。遠征に失敗し、奴隷として生きてきた恥を誰かには別れたら、息子の名前に一生の点を残すことになる。私の思い出はテクンマン神殿にとどまるべきなのだ。最後に君に会うために戻ってきたが、コレクション、私の工学研究者のとして脳性障害の証としてと共に一人で死のうと思う。土地を管理している友人が財産売却の世話をしてくれる。君は全財産を受け取ることができるだろう。どうか幸せになってくれ。君の死を待って君は解放される。埋葬の手配は済ませてやる。
さよなら愛しい人、どうかを幸せに許してくれ。これで君は幸せな人生を歩むことができる。それが私のたった一つの望みだと。なるほどね。これは何これは何おーおーおーおお。ああ、アルベイトの妻と子供。なるほどな。よし、あ、まあこれで終わり。これは。他何かある？あ、あった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 。ちょっと待って。他何かある？その前に。お。かなり小さなベッド。へえ、え？子供一緒に おるとか？ん？な？あ、壁の日々、あ、来たー、手形ー、動く動く、よっしゃ、動かしてみよう。これは何か大きな模型のパーツの一つ。何かある？おお、内部まで精巧に作られている。だがよく見えない。ほう、どこや。あと何かどっかあるような気がするな。違うわな。どこ？人がないわな。さすがにないわな。それを思った俺。もうないな、なんもな。え？え、もう戻すんそれ？え？大抵持って行ってるやんか。お前。泥棒してるやんか。え？何？どこ？どこ調べるとこどこ？マジでわからん。なんかあるどっか。うん、あそこじゃない、そこじゃない。どこや。あ、あった。この模型はグアテマラ遠征の後に作られた。あ、ここか。なるほどな。ようやくできた、理解できたわ今。なるほどね。で、あとどっかまた調べることは、調べるとこあるのかな。なさそうやね。うん、ねえな、これはな。うん、首が落ちとるわ。なんか奈良の大仏みたいな感じの銅像が落ちとるわ。小部屋。There's a little bed in a small room. It's been used. 誰かが使っているよ。息子のガリバーのもの。おお。After my official death, my wife and he left for Glasgow.On my return, I installed. なるほどね。So they know about me. 息子のガリバーは時折ここに来ると。おお。I wonder what is your life? まあな。ただおるだけでもな。まだ多分存在意義はあると思う。存在意義はあると思う。Mr. Albeit, what is this? 息子にとってはな。It's impossible. Where did you find it? 一体どこからそれを見つけた？17年前、テクンバーの神殿の模型を作ったと。ほう、遠征の前にクラブハウスの地球儀の中にしまい込んだのか。ほほほ、最後の分ピラミッドを完成させる夢を見た。なるほど、神殿の中は草原で想像する美しさだった。神殿の中に入った。なんか二人の意見と食い違ってるよ。弱っていて、入り口の仕掛けを作ることができんか。失敗した。なるほど。で、諦めず帰国した後に、うん、なるほどね。そういうことね。息子が分かってくれるといいがってな。お、さらに調べを完了。え、あとじゃあすることといえば、確かね、手がかり持ってたよね、確かね。これやろ、まずこれやろ。で、あと一つ、なんかどっかになんかあったような気がすんねんけども、なんもなかったっけ。あれ、なんかこれ入れるところの、あの地球儀ありますよね。地球儀の
あれないぞ、証拠がないぞ。まあいいや、一旦クラブ行くんでそこまでガッとよし、ではやっていきましょうね。でね、一応取ってきました。まだ終わってなかった、ね、よし、でこれで、ああ、であとはここでこいつをはめるからのからくりが溶けて中からテクンウマンの神殿が出てきて、ここにこれをはめるとね、はめて、あとはどうすんのやろ。お、一つのケスランが出た。マジで、え、神殿の真実を突き止める。クラブハウス内の模型を使い、探検隊がテクンウマンの神殿で起きたことを話したがらない理由を見つけ出す。おお、神殿の真実を突き止める感じやね。お、え、なに、どうしたん、え、なにこれ、え、なにこれ、え、なにこれ、え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 、やねんけど、ほんまマジか、これいったんやっていこう。え、なにこれ、なにこれ、なんなんこれ、え、なんなんこれ、なんなんこれマジでわからんよ。まあいや、適当にやっていこう。まあカットしてるけどね、その部分はさすがにね。なんでか知らんけどね、なんでか知らんねんけどね、何を言いたいんや俺でね、この奥に行ったら何かあんねやろね、そんな気はする。うん、そんな気はするよ。まあ謎解きの部分が楽しいんやけどね、この部分は。これはこっち側か、どっち、うわ、こっち側。まあほとんどの部分カットになってると思うけどね。うん、心もここら辺もね、イベント進むまではやっぱカットになってるわなはっきり言ってさ。よし、でこれで、おお、ちょっと落ちる。よっしゃ、これだ。おお、何か分かるまで、まあ多分ここら辺も、あ、来た、ここら辺からでしたね。おっしゃ、行こう。おお、なんかこれもこれでなんか謎解きがありそうな感じするけど、これは適当に、あ、これは走っていけるパターンやね。なるほどね。ってことは、テクンウマンの財宝、え、あ、あれを3等分に分けたってことかよ、ね、この像をマーリー・チャイルズ教、そしてザハリアスで分け合った。お、これは、あ、あ、これ、あ、小読みのやつあるやんか、歴だ、やはりここにあったものなのか。やはりチャールズ教、マーリーは全てを知っていたな。全てを知って鍵穴を取ってもない、どこかに入る方法があるはず。痛い、あー、あー、終わった。あ、そういうこと、そういうボタンある、そういうボタンあんの、マジか。これは何、どうすればいいん。あ、これなんか乗ってるわ、ここに。1、さっきあれやってさ、あかんかったから、まあここは見せていくわ。ここはな、イベントあったし、まあそれまではカットしてるけど。1やろ、
ょ。これんんどういうことや、まあ、スキップできんねんけど、まあ、ここはしていかへんよ、まあ、もともとしてたんかって言われたらしてないけどね、ちゃんと やってるからそこんとこ。まずここな気がするな。なんか他とはなんか違うし。ああここか。でここやろ。どうだ。ああかんやんか。違うかった。あごめん。え、あこれかもしかして行くところ。あこれやった。あこれやった。なるほど。ってことはこれいけたってことは1やろ。これか。これ開けられへんのよな。それがちょっと嫌やな。これか。違うかった。やっぱ違うかった。あ、まあ、あ、そういうことか。あ、わかった。あ、わかったぞ。これは完全にわかったぞ。そういう仕掛けな。まずここやろ。やろ。んで、この対のなっているところやねんな、きっとな。ここや、ここ。に。どうだ。よっしゃ、当たってた。ウェーイ。で、3やろ。3ってことは、これか。ウェーイ。で、4やろ。4見つけろ。4見つけろり。こいつや。しゃあ。ほっほっはっはっは。分かったぜ。お、5はどれや。5は、あれだけないですか。そんな気したから、これやな。せやね。オッケー。これで5やねんね。で、6は、これや。先で挟まったところや。で、7が、こいつやね。で、8は、まあ、これはね、普通に分かるでね。普通に見てれば。で、9があれやね。うん、9で10がこれやね。ウェイ、行きたい行きたいよいって。なるほどね、そういうことね。ああ、4人で来て分け合ったやつか。あー、これで右腕失ったんか。なるほどな。見えてきたぞ。あいつらは宝に目がくらんで、ああいったものを持ち逃げして、で一人を置き去りにして帰ってきたってわけやね。ってことはなんかあいつが犯人な気がすんねんけど。え、でもそれやったら右腕ないで。え、どうなんの。無限的な旅獲得しましたよ。よし、じゃああとは、これで、あ、続ける、オッケー。まあ、ここからやっていきましょう。よし、あとは、推理空間開いて、推理して終わるだけですかね。突き止めを完了したね。じゃあここ入っていく。え、何。ああ、でも R1 来んかったからびっくりした。アルベイトは取り残されたと病気。アルベイトは自分の糞、誰にも復讐の匂いに抱いていないさ。利用して復讐のために呪いを利用としているのかもしれない。
お、アルベイトが餌、あ、出てきた。けどここの何なん？なら、ここのもともと別に何でもないんか。これとこれはこれやね。普通に他の骨董品からの死を願っていた。まあこれはまあいいとしても、多分アルベイトが有罪でしょうね。そんな気するわ。有罪として、この道徳的選択でよろしいですか。うん、よし、じゃあこの灰で行きましょう。よし、これで今回はね終わりにしたいと思います。まあちょっと結論見てからですけどね。よし、これで見てから今回はそれを俺にしようかと思います。よし、どうなる。Mr. Albeard. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Gulliver, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. Hold on just one second, please. それはお待ちよ。なに？あ。ちょ、違うやんか。子供ちゃうやんか。A pygmy? As I suspected.Albeit brought him back from the zoo. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions for life to death. You're more like a brother to me. It's clear enough now. You and your accomplice are guilty to the murder of Zacharias Greystone. They had to pay for what they did. If only I'd had the time to get all of them. But Gulliver only did what I told him. It's for the judge to decide that.But given the nature of judges, I doubt that you'll be lenient towards a pygmy who kills an Englishman. そうやな、考えにくいわな。はっきり言ってな。うん。見つけた手がかり19。OK。確認。OK。方針。結論を受け入れる。OK。はい。OK。じゃあ今回はここら辺までですかね。ですね。ではご視聴ありがとうございました。一応ねチャンネル登録とツイッターアカウントのフォローねもしよければしてください。一応ね概要欄のところに URL 貼っておきますんで、ツイッターがね、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。